浸水するなどの被害が出た。この新区のあたりには桂川や鴨川、そして西川なども流れています。いずれも淀川に合流する地域となっています。付近にはこれまでの雨で近畿や東海、北陸、関東甲信、それに福島県では土砂災害の危険性が非常に高くなっている地域があり、近畿と東海、北陸では川が増水して氾濫の危険性が高くなっています。